はい、ありがとう整体の平野です。最近ねこう話している、腕の緊張だとかね、体の緊張が、強いというお話をしているんですけども、最大の、私が考える、最大の、緊張の原因、それは、常々私が3年前にちょっと見つけたんですけども、関節、すべての関節にはこう靭帯といって、ネジの役割をしている靭帯があるんですけども、出産だとか麻酔だとか、尻餅だとかね、事故で、この靭帯がですね、伸びるというよりもちょっとこう緩んだ状態、そういったことが出来上がってしまったために、これはある意味脳の勘違いなんですけども、脳の指令間違いですね。でも別の回路ではですね、この靭帯というのはやはり関節が動きすぎては困るので、その靭帯の代わりに筋肉を緊張させて守りなさい、そしてその筋肉の緊張をが怪我をしやすいので、今度は脂肪をそこにまとって守りなさいみたいな、この防御システムがどんどん働いていってしまう、これが緊張の大元だと私は考えます。ですからその緊張を抜く、一番最初のですね、この腕の緊張も抜くんだけども、前提としてですね、この緩んでしまったネジを締め直してあげる、これがまず一番大事だというふうに考えています。この緩んでいる人本当に多いですね。下半身だけの人、右側だけの人、左側のだけの人、もっと言うと全身麻酔とかしているとですね、全身の靭帯がこう緩んでしまっているというケースも本当に多いです。これはですね、押しても揉んでも引っ張っても電気をかけても温めてもこれは変わらないんですね。脳からの指令がその緩んだ状態を許容している状態なので、脳に働きかけてその靭帯を締め直してあげる、ネジを締め直してあげる、そうすることによって、緩んでいいという状態ができるんですけども、3年前に、私が見つけた時はですね、ほとんどの人がその靭帯を締め直してあげれば、勝手にその筋肉の緊張が、取れた、時代だったんですけども、本当に3年過ぎて、改めて思うのがですね、なんでこの人は靭帯を締めたのにあまり回復していかないのかなっていうふうに、人たちがこうでたくさん出てきて、おかしいなと思っていたら、今度はその守っている筋肉に対して守っている脂肪に対してもう一度その脳に納得させるというですかね、脳に指令を送り返してあげて、もう守らなくてもいいんですよっていうものを作っていく、そんな整体をねやっています。もちろんその靭帯、この体の緊張は靭帯だけの問題ではなくてですね、いろんな問題があると思うんですけども、この指の問題、手の指の問題ね、これも非常に強いと思います。そしてもう一つは、やはりこの今心配だとかね、恐れ、非常にこれがね、を強く感じている人、非常にいっぱいいます。心配だとか恐れというのは人間の本能として、大事なんだけども、それが強すぎるためにですね、やはり、脳が防御反応として、体を緊張させて守るということを、作って、しまっています。ですから、この体の緊張を、緩めるためには本当にさまざまな、新しい考えに基づく、テクニックが必要だと思って私はずっとやってきました。こういった、珍しい、整体をね、他にはあまりないと思います。ぜひね、ありがとう整体に、ご連絡お待ちしております。蒲郡市でやってますけども、東京大阪もですね出張してやっております。よろしくお願いいたします。